大木森稲荷神社は、大分県武田市大和履いた原畑桜でに、鎮座する神社、狐頭様と、通称される。九州三大稲荷の一つで、日本中大稲荷にも数えられる場合がある。毎年初詣には、数万人単位の参拝者が訪れる。受け持ちの大臣、猿田彦人、大宮女命を主催神に、菅原神、高尾神を廃止する。 商売繁盛や家内安全、交通安全、学業成就の神として、信仰を集める。岡藩藩士が、百個の頭を埋めて以来狐刀原と呼ばれるようになった地に、源那二年岡藩主、中川久森が、稲荷神を勘定して創始された。近隣から、古墳時代の古墳が発掘され、このうち大義森山横穴墓からは、炭鉱が出土しているので、 これら古墳群に対する何らかの信仰の地であったことが推測される。また、拝殿の裏側にあるコンピラ峠から阿蘇山や祖母山といった霊峰が一望でき、このコンピラ峠がかつての身体であったという説もある。天保年間、江戸屋敷にいた岡藩第十二代藩主、中川久明の夢に稲荷狩羅現代部と名乗る神霊が現れ、翌日の江戸城への途上は、 危険なので、気をつけるようにとの予言を授けた。久明は、翌日の途上中、実際に暴漢に襲われたが、この無国により、難を逃れることができたため、神徳に射して、射殿を寄身、扇の森との射合を送った。これにより当社は、扇森稲荷神社と称するようになった。ただし、それ以降も、高等様と呼ばれることが、一般的である。 1883年に火災により消失したが、ほどなく復興した。霊祭は初馬大祭と呼び、例年旧暦の2月初馬の日に採用する。境内へは100段の石段を上るが、石段の右手に狭い参道もある。ありがとうございます。